今日は友達がセッティングしてくれた合コン。女の子たちは美人ばかりだけど、一人だけ気まずそうにしてる子がいた。じゃあ次、ミーナちゃんの自己紹介。そう、俺たちはどこかで会ったことがある。一度と言わず二度三度。ちょっとクセッ気の甘い色の髪、いたずらっぽい八重歯。よろしくお願いします。俺の妹じゃねえか。おい、あのミーナって子、お前に脈ありそうだな。違う、そんなんじゃない。あの人のことずっと見てるし、もういい感じなの？もう、なんでここにいんのよ。はあ、最悪。じゃあそろそろ定番のあれ、いきますか。おこまけー。じゃあ次ね、王様だーれだー。あたしだー。んー、じゃあ一番がパンツ見せる。じゃあ五番俺だ。王様の命令は絶対。なんで？やだよ。命令はどんなことでもやらなきゃね。パンツ、やるしかないんだよね。パンツ、パンツ、パンツ。完全に落ちたね。なんで妹のパンツ見て勃起してんのよ。じゃあ次、3番と4番の勃起ゲームね。本当にしちゃうの？次は生乳もみもみ。あ、ミーナちゃん、おかえり。よかった、バレてなかった。じゃあじゃあ、お次はなんと、ミーナの告白タイム。告白って、なのに、ニャンのこと、かにゃ。ミーナちゃんがそいつのこと好きなのバレバレだよ。そうだよ、ミーナ、ここで彼氏作っちゃえ。じゃあね、ミーナ、健闘を祈る。兄と妹に戻っちゃったね。ああ、あのミーナ、あのさ、好きなの？え？ずっと昔からお兄ちゃんのことが好きだったの。もう、今日だって私の体を求めてくれて嬉しかったの。ミーナおめでとう、大成功じゃん。ミーナのお兄ちゃんだったんだ。ちょ、じゃあ結ばれた記念に見せてもらいますか。Yeah!